はい、さんちゃんです。本日はですね、ワークマンの襟のうる下着についてお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは登山に関する役立つ情報、また私の登山に関してもお届けしております。まだチャンネル登録せんでない方に関しましては、今チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。現在ですね、巷で話題になっております、こちらの下着なんですけども、ワークマンで出されているメリノウールの下着になります。この下着何がすごいかというと、まずメリノウールなのに2000円しないんですよね。メリノウールで2000円しないって本当にものすごいことであって、私見てきたメリノウールの下着の中でも一番安いのってモンベルで、だいたいまあ5000円ぐらい、上でするんですよね。半分を切るぐらいのですね値段で提供されていると、いったところで、本当に大丈夫なのかと、私ですね実際に購入してみまして、レビューをしていきたいと思います。使われている素材に関しては、問題ないのかなというふうに思いました。メリノウールと言いつつもほとんどウール入ってないんじゃないかと思ったんですけど、ちゃんとですねウール 100% 使われているみたいなので、そこはですね心配しなくていいのかなというふうに思いました。そして、着心地なんですけども、非常に柔らかくてですね着やすいものでした。私ですね、一回バックカントリースキーとスキー場での、使ったんですけども、ちょっとですね、懸念点としては、少しですね、水を溜め込みやすいような感覚があるかなというふうに思います。例えばですけど、バックカントリースキーだと、ハイクですね、登りの時とか、あと、スキーでもですね、ちょっとこう力が入って、ものすごくこう、汗をかきやすい瞬間、そういった時には少しこうベタつきがあるかなというふうに思いました。だからといってですね使えないなというふうなわけではなくて、例えばですけども、こういったですねミレーの、速乾性のあるですね下着をさらに下に着て、その上から、こちらのですね、ウールを着ていただけると、よりですね汗の逃げっていうのが良くなるんじゃないかなというふうに思います。どうしてもですねポリエステルよりかはウールっていうのはちょっとこう乾きづらさは感じてしまうところあるのかなというふうに思います。若干こう水を溜まってるような感覚があるんですけども、それでも冷えをですね伝えづらくする素材ではあるので、非常に重宝するかなというふうに思います。このですねヒートテックよりかは、断然登山向きではあるかなというふうな印象でした。ウールっていうのはですね匂いも発しづらいので、長期の登山とかでもですね、使いやすいですし、本当に登山にはですね昔から用いられてきていい素材です。こういったですねワークマンさんで、格安で提供されているといったところで、私としてはすごく驚きを感じました。で、このウールですね、なんでここまで安くできるのかって、ものすごい量産してるからだと思うんですけども、できればですねその生産工程とかっていうのに興味を持ったといったところですね。いずれにしても、初めてですね登山をされるといった方とかで、ちょっとあのウールのですね下着ちょっとこう興味あるけれどもなかなか手が出ないなという方に関しましては、一度ですねワークマンのお店に行って、検討されてみるのがいいかなというふうに思います。ただですねなかなかオンラインショップでは手に入らないので、店舗にですね行かれてみて、探してみていただけると、見つけやすいのかなというふうに思います。といったところで、この動画もしよかったなと思いましたら、グッドボタンの方と SNS のシェアよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいください。